実際心理学でも気づくっていうことが結構大事で、うん、その思いの連鎖みたいなのを、はい、その気づくことで解除できる解除できるっていう言い方をするんですよね。解除ですねまあその代わりによく機能する認知に、うん、まあ認知って認めるに知るって書きます、うん、認知療法の認知ですよね、はいはい、に入れ替えていくことが大切ですよなんていう提案がされるんですけど。うんうんうん 認知っていうねちょっと難しいような簡単なような言葉ですけどす、ね、要するに起こってる出来事とか、うん、物事自体の善悪とかを好き嫌いとかじゃなくてまあ好き嫌いも含めてかなそれを自分がどう受け止めるかっていうことか。好き嫌嫌いいいを含めてってっうのは、うん、あ私は私実 だったんだって話ですね。そので嫌いに大概善悪つけちゃうから。うん、あ,あ嫌ってはいけない、嫌ってはいけないっていう形で。心配になってみたり、ファンを増したりするわけだからね。はい、ああ、そうか、嫌いだったんだっていうふうな気づきっていうのはね、うん、とても大事ですよね。まあ、先生がよくおっしゃるその仏教の唯識のね。ね言葉でね、うん、その手を打てば。恋はえと聞き、鳥は逃げ、女中は茶と聞く、猿沢の池ですよ。彼役で来て。ね、本当、ね、本当、ね、よくてる。 一、ね、つパンと手を打ったのを鯉、うん、は鯉の認知だとあ、うん、餌と認知するうん、うん、だけど鳥はあ鉄砲で撃たれるぞみたいな風に認知するわけですよね。で女中さんはね、うん、ご主人様がお茶,、うん、お茶を所望してるなっていう風に聞くわけですよね。だかから一つの現象でもも私たちがどうう認知してるかっててるっいうことはとは 面白いいってうかな、うん、ただその認知のパターンに気づいてないっていうのが私たちですよね、うん、そうですよね、うん、だからまあ個々のそういう意味づけっていうか、うん、そういうのでこう解釈っていったんですよね。解釈次第で実は、うん もっっとと楽になれるていいうううそこでだから今心配してるものもあ心配してるんだなっていうふうな認知が必要ですよね。でその認知ができた時点でじゃあ何をどう心配してるんだろうっていうふうに思考を進めてていいくっうことが大事ですよね認知を変えていくっていうのも実はね行動で行動でまあ男性の場合はものが変わっていくわけですよね。 不要不適不快なものを用敵。快なものに入れ替える。まそこで入れ替えが起きている。そしたら空間も同時に入れ替わってる。行動と空間の入れ替わりで。自分の認知は入れ替わるみたいなね。断捨離自体はそういう機能のあるね。メソッドだと私は思ってますね。はい、なんか先生この前いや。もうすごい。こんな言葉があったのよって。 おっしゃってましたけど、不活性エネルギーですか？不活性エネルギーね。あ、そうそう,そう、そういうことなのね。うん、この言葉って、すごい私ヒットしたんですね。うんうん、だから、私はい、いろいろな家の中の、はい、そのいろんなものと、その家の中に住まいしている人。うん、つまり、人と物との関係を、はい、いろんな言い方してきたんですよね。例えば、気づいてない。うん、もう関係がとっくに終わっているのに。 そそそのものももががこにあるる場合は、うん、それはれう関係が終わってる、うん、知らないおじさんででししょっって言ったりしたわけですよね知らないおじさんがお尻の中にいっぱい住んでないとか言うと、はい、それみんな笑うけど、はい、でもああそうかって思ってくださったらね、はい、でもねそれじゃ今甘いなと思ってね、はい、もっとこうインパクトのある言葉で入れ替えにしなくてはなかなか行動を起こさないなっていう。 状態も目の当たりにしたので、はい、言葉を今度入れ替えたんですね、はい、いやそれね知らないおじさんどころか、うん、見殺しにされた放置されてるわけだからね、うん、見殺しにされてるなんか半分生きたような死んだようなもうミイラのように私思うんだけどって言ったら <laughs> みんななるほどと思うんですよね<ー>で、もうそのお尻の中にミイラいないとかね いやいやフランス人いないっていうまでね <laughs> こうきつい言葉に置き換えたこともあるんですよね。<laughs> まあ、よく死蔵してるって言いますから、ね、そうそうそうだから死蔵死んでるんですよまさにねうん、うん、デッドストックでデッドスペースが出来上がってるわけですよね。うんうん、でそれをね、まあ、いろんな言葉でい言い換えたんだけど、うん、そういう知らないおじさん 的なもの、はい、それからまあ半分見ラ化したようなもの、うん、あるいは、ねうん、フランスともっと程度の関係がもう腐っちゃってるような、うんうん、そういうものたちがどんなエネルギーを放出してるんだろうと思ったら不活性エネルギーつまり活性化してない活性化してない不活性なエネルギーをそのもの自体がこうなんかこう。 しし出出てててるるっいいいうか醸し出してならまだいい<ー>放射してるような、はい、そんなこう映像が浮かんじゃったんですよね<ー>だからその空間はそういう知らないおじさんグッズがもう山のように堆積してる押し入れにね、うん、詰まってるような半分ミイラーになったようなものたちがいっぱい詰め込まれてるような、うん、そんな空間、うん、でそ,しそれをこう扉を閉じて中が見えないとしても、うん、そこからこう。 不活せのエネルギーがね、うん、うわーっと蔓延してるからそこにいるとなんかうつうつ,うつとした気分ね、うん、になっていくんだなって、うん、だからそういうものが多ければ多いほど私たちはその空間で、うん、それこそモヤモヤというモヤモヤとした心配どころか、うん、うつうつとしたねもうどうにも体気持ちも体も動かないような、ね、状態になっていくんじゃないかなと思うんですね。だからいらいんもののでパンパンン押し入れと、うん いらん考えでいっぱいの頭と一緒なんですよだからあの要するにこういうことで空間ね部屋中空間という空間と頭というね空間と心という空間空間で一つなんですよねその空間がどんなものでいっぱいなのかですねいっぱいだったら入れ替えるの大変なんですね出すの大変こう あの腸が前導運動いっぱいでねぜ、うん前導運動がこう,うまくできないのと一緒で入れ替わりを起きにくいんですよね、うん、だからどっかからこう突破口流れをよみがえらせることをしなきゃいけない。うん なんかててしね思いっていうのはいい思いだって当然あるわけですけど悪い思いっていうのはやっぱり何度も何度も浮かんできていいことって何度も何度も考えないっていうかなんか重いいいいい思思は悪ネガティブなってうかそうですね結局そうなんですもこれもねよく申し上げるんだけど思いね私たちの思いですね気持ちの思いは重たいの思いですね。でで重たいいからずんと沈って 堆積していくわけですよね、うん、でその堆積した重たい思いの中にだんだん足首から膝まで腰までうん、うん、いやいや首まで使ってるような状態なんですよね。それがまさにこうだからそういうこうこう言ったら分かりやすいかな、えー、泥沼ですよね、うん、泥沼に浸ってたらね、うん、やっぱり気持ち 動こうとしたって実際に動きづらいわけだからねっていうで動けないし動きたいのに動けないっていう状態だと気持ちもどよんとしてくるっていうのはねうん、うん、当たり前かなって思いますね。まあだからこそやっぱり物からね、うん、スタートするっていうそうですね。で,ねでつまり物をうん、うん、物をこう家の中に堆積したものをヘドロを修節するみたいに取り除いていってまあ一旦濁ってそれが大変なんだけど。はい こう綺麗な水に入れ替えていくっていうつまり場を整えるね、はい、ものを取り除いてるんだけど、はい、実は場をクリアにしてるっていうのが断捨離ですよね DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけませんスマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みくださいそしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧下さりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。